まあ実は100周年が一番ピークで、そこから少しこう新潟下がりの時やったんですけども、まあ高校は僕普通の公立高校からまあこういう日本一を狙うような大学に来たんで、まあ全然システムも違いましたし、取り組む姿勢も違いましたし、まあなんかこうみんなで努力する楽しさっていうのも得られたなと思いますし、まあラグビーはいろんなポジションがあって、その人にしかできない役割があるので、まあこれはすごく社会との親和性が高いのかなと思うんで、まあ社会で生きていくそんなこう力も備わったのかなと思います。